こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。ラテンというのは、まあ、一大パターンなので、今回から、まあ、2回ぐらいに分けて、ラテンのパターンについて、解説していきたいと思います。そもそもラテンというのは何かというと、まあ、カリブ海諸国あの辺りの、国の発展したやつをラテンというふうに言います。ブラジルの音楽、ブラジリアンミュージックに対してラテンはちょっとリズムが違うんですね。使う楽器も全部違うので、フィールの取り方が違います。ただそのラテンのパターンで教本いっぱい出てるんですけど、実際のラテンとジャズで使うラテンっていうのはまた別個なんですね。元々のラテンのパターンをジャズに料理しやすいようにアレンジしているという感じ で、その辺をちょっと紐解いてみたいと思いますが、86のラテンっていうのは基本になるんですよ。でこれはまあこれだけでもまた質問があったのでまた細かく解説しますが、86のリズムの、クラーベっていうのが、これがこれあのフォーブレードって言って、こういうクワを打ち付けてこう民族音楽として演奏してた時のこのクラーベのリズムパターン、これなんですね。これは西アフリカでの音楽なんです。ベンベとかね、アドゥワとか言われたりとかしますが、その、こういうの研究されている方といろいろお話しさせてもらいましたが、まあこれが元になっていると。でそのこれがヨーロッパの植民地であった、そういうこうカリブ海諸国の国々に行った時には、向こうのギターとかそういう、こう複数っていうか偶数の、要は3連ではあんまり演奏しないものと3連がこう合体するわけですね。だから16のフィールで演奏している人もいれば3連のフィールで演奏している人もいるわけで、だからこれは同時で、このクラーベがちょっと寄っかかっていくんですよ。そうするとクラーベがこのルンバクラーベ、要はこのまあこうクオンタイズされてるというかね、近似値でこうどっちにも聞こえるみたいな、要は拍の取り方をするんですね。これがルンバクラーベです。2回シンコペーションする、タンタッツタッタ、2回シンコペーションするんで、これ手拍子一般の人取りにくいんですね。だから一般の人は取りやすいように、長さ一緒だからね、タツツタツツタツツクタン、これあのインターとかでコーヒールンバでタララタラタタタラタタランタタランっていう風にクラーベがなりますから、聞いてみてください。これソンクラーベですね。でソンクラーベは3-2と2-3っていうのがあります。この3っていうのがこの塊ね。でウッカンカン、これは2。これは3-2になるわけです。だからクラーベは86のラテンのクラーベっていうのは3-2しかないんですね。これは僕あのアメリカのワークショップに行った時に質問したんですけど、3-2しかないのって言ったら、トラディショナルでは3-2しかないけど、2-3という新たな考え方は興味深いというふうに、とっても素敵な答えだなと思いましたね。だからそのやっちゃいけないと思うんじゃなくて、トラディショナルな勉強をするときはちゃんとルールに従いましょう。だけど可能性は、自分の音楽を作っていく分にはそれをひっくり返して面白いんじゃないかっていう発想は、それは捨ててはいけないですよっていう意味なんですね。と、このクラーベがひっくり返る理由はなぜかというとですね、まあ元々はこうラテンの音楽でこうみんなダンスしてるわけでしょ。ところが歌って2分3分歌ったら疲れちゃうんで、曲が2、3分で終わっちゃう。そうすると一旦休憩入るでしょ。ところがダンスしてて、男女間、男からも女からももうちょっと曲を長くしてほしいという、そういう要望があったそうなんですね。じゃあアドリブをやろうかと。その歌が終わったらピアノがタンタタン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 タタンタン、これモントゥーノと言います。これパターンのことをモントゥーノとって言ったりしますが、このパターンを弾いてる時に管楽器がアドリブをするっていう、このモントゥーノの時間、モントゥーノの山って言うんですか、こうそういう時間、こういうパターンのことをこうモントゥーノと言いました。モントゥーノのパターンをやってる時っていうのは 3-2 よりも 2-3 の方が、裏から始まった方が
の方がリズムが推進していくからアドリブが取りやすい、だからだと思うんですけど、2-3になる。だからモントゥノの場合は大体2-3になりますね。で、歌ってる分のところは歌のメロディーの、要はシンコペーションをしてる方としてない方は、2はシンコペーションしない、これはシンコペーションする。要はラテンのパターンっていうのはシンコペーションする方しない方っていうのが交互に来る。3-2っていうのはシンコペーションシンコペーションしない、2-3っていうのはシンコペーションしないシンコペーションするというふうになってるわけですね。で、右手はこれは、ティンバレスが叩くカスカラというパターンです。これ上にこう書きましたけど、これタツタツタ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 ツタ、このペケのところを発音しなければ、発音しないところペケって考えたら、これ左から読んでも右から読んでもタツタツタ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 ツタタツタツタ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 ツタになりませんかね。だからこれ左右対称になってるんですね。なのでこうラテンのパターンっていうのはだいたい左右対称になってる、こう2と3がひっくり返ってくる、対象になってて違うものが男と女が交互にやってくるっていうような、なんかその意味合いもあったりとかし、非常によくできてるんですね。で、もともとのラテンのベーシックのパターンはトゥンバオって言って、もともとはベースとかドラムは入ってなかったんですが、コンガが、1個目のコンガっていう風になって、2個目のコンガがベースがドーンタンドーンタンっていう風にベースが取るようになって、ベースラインはうんつとんとつとんと頭が抜けてるんですね。これ、4番目のリズムのパターン、ベースのパターン。ベースのパターンは、4つあって、ツパターンで書いてあると思います。左足はクラーベ踏まなきゃいけないし、か、まあ、表で。このようにリズムは表乗りで、ベースがこの裏をシンコペーションシンコペーションして通り抜けていくっていうスタイルなんですね。ジャズって 2-4 にアクセントでこう進行させていく感じなので、どっちかというとこのラテンのパターンはあんま合わないし、ジャズの人でやっぱすごくラテン寄りの人はこのベースライン弾きますが、基本的にベースラインっていうのはこのパターンを弾く人はあんまりいないです。